それでは記者会見、私の方から1点だけ申し上げたいと思います。私は6月25日から28日までの日程でカナダを訪問いたします。今回菅総理の初めての外国訪問であるとともに、G8、G20 の2つのサミットが行われる中で、主要国との首脳会談もその合間を縫って行われます。特に日ロ、そして日米、日中、日韓などの首脳会談に総理を外交面で補佐するために同行するということにしたものでございます。もちろん G8 や G20 そのものは私が出る場面はございません。あくまでもそういった二国間会談に同席をする、あるいはその準備ということで、総理よりも1日遅れて出発して、そして、帰ってくるのはおそらく同じ飛行機で帰ってくると、月曜日の深夜に帰ってくることになるのではないかというふうに思っております。私から以上です。でご質問どうぞ。はい、根地さん。今日は少ないね。みんなお盆休みに入ったの。ここね。すみません、 NHK の根津です。大臣、そのカナダでなんですけれども、はい、大臣ご自身の米会談など考えていらっしゃるのはありますでしょうか。いや、ですね、外務大臣ってほとんど来られないんですね。ですから米会談というのは考えておりません。はい、関連したご質問、はい、鵜飼さん。朝日新聞の鵜飼です。これまで日本の外務大臣がですね、首相について外遊に同行されるというケースはあまりなかったと思うんですけれども、今後こういったケースが増えていくというふうに考えてよろしいのかどうかということをお伺いします。今回例外だというふうにお考えいただいた方がいいと思います。昨年も日中韓の首脳会談の時に私は同席をいたしました。それは初めての米会談ということで同席をしたわけですが、その時は私自身も初めてだったわけですが、普通は日本の場合に総理と外務大臣も同じ会議に出るということはまずありませんし、今までもありませんでしたし、私自身もそれは例外的なものだというふうに考えております。手分けをしてやっていかないととても手が足りませんので、ただ日ロとか日米ということになりますと今までの流れもありますので、そういう意味で会談そのものに同席するとともに、その前のさまざま打ち合わせなどもですね、外務大臣がいた方がサポートできるんじゃないかと、こういうことであります。ですから米の会談でも初日に行われる米の会談もあると思いますが、例えば日課とかですね、そうなるとおそらく予想されますが、そういったものには私は出るということはないと、1日遅れていくということで日露から入っていくということになると思います。はい、岩上さん。フリーランスの岩上です。菅、総理の記者会見、2度行われまして、2度ともですね、ギリシャのことを引き合いに出しながら、ギリシャのようになってはいけないと、財政の健全化が必要であると、消費税のそのために消費税の議論を参院選後にも始めると、公約と思ってももらって構わないということをおっしゃっております。これは G8、G20 においてもですね、国際公約のような形で、この消費税増税、そして財政健全化ということに取り組むということを、語られるおつもりでいるんでしょうか。それは私は G8、G20 に出るわけではありませんので、むしろ総理の口から述べられた方がいいというふうに思います。国際公約かどうかというのも、どういう割り方をするかということはまさにこれからでありますので、私があまりよそめいたことは言わない方がいいというふうに思います。
ただ、この間、菅政権がスタートしてですね、財政の、再建に向けてのですね、考え方というものを取りまとめ、成長戦略も取りまとめられたわけですので、そういったことについて当然ですね、そのあと G8 の場などではご披露されるのではないかというふうに思っているところです。関連したご質問ある方、鵜飼さん。朝日新聞の鵜飼です。G8 についてお伺いしたいんですけれども、これまで G8 の役割が終わったとかですね、これから G2 の時代だとかというようなお話がありましたけれども、岡田大臣自身は G8 の存在意義についてどういうふうにお考えでしょうか。今は役割分担だと思うんですね。特にこういう経済的に非常に難しい時期に、存在感を増す新興国も含めた G20 というのは、経済問題を議論する場としては適切だというふうに思いますが、G8 というのは基本的には民主主義という価値観を共有した先進国の集まりであるというふうに言えると思います。そういった国々が例えば開発の問題ですね、貧困とかですね、そういった開発の問題とか、あるいは民主化とかですね、そういった政治課題を中心にやっぱり議論する場合は必要で、それが G8 であるというふうに思っております。経済問題でも世界全体でとなると G20 がより適切かということになるかと思いますけれども、同じような状況にある先進経済である G8 がですね、議論するということも当然あってしかるべきというふうに考えています。貿易の自由化とかですね、そういう問題ではなかなか G20 では議論しにくいこともあるんじゃないかと思います。そういう意味ではこの2つがうまく補完し合っていくということが重要だと思います。で、他に関連したご質問ある方で、他のご質問のある方、滝本さん。琉球新報の滝本です。昨日日米間で普天間問題についての、普天間問題について、日米間での専門家協議というのが、開かれたというふうな形ですけれども、今後のその進め方としてですね、日本側からその候補についてですけれども、こういう候補があると複数の案を出して、アメリカ側に検討を、託すという形になるのか、それともアメリカ側からこういう形がいいのかという形で、どういうふうなやり取りになっていくのかというのをお伺いできればと思うんです。それはこれからですので、何か今決めてるわけではありません。関連したご質問ある方、他のご質問のある方、その後ろの女性の方、オーストラリア新聞の坂上と申します。昨日6月の21日からモロッコで IWC 総会が開かれていますけれども、捕鯨国、反権捕鯨国の間でまた主義主張の違いがありまして、難航が予想されていると見られています。特にオーストラリアについては、南極海での捕鯨中止を求めて国際法廷に、すいません、特にオーストラリアについてはもうご存知かと思いますけれども、南極海での捕鯨中止を求めて国際法廷にまで訴えるという結構強硬な姿勢を示していますけれども、大臣はこうした状況の中でオーストラリアはもう少し歩み寄り妥協した方がいいのではないかと思われますでしょうか。何かオーストラリアに対してご意見がありましたら教えていただきたいんですが。まず IWC は今個別協議を行っていると、そのために休会中であるというふうに理解をしております。ぜひ合意に向けてですね、粘り強く協議をしてもらいたいというふうに思っています。オーストラリアが提訴したということは残念なことであります。むしろこういう IWC の場で、議論してですね、一定の合意を目指していただくなかったというふうに思いますが、今回の提訴については2つ、1つはこのことがオーストラリアと日本の関係全体に悪影響を及ぼさないようにするということで、そのことは日豪間で、確認をしているところであります。
それから2番目に、とはいえ前提訴がなされた以上、日本としては日本の主張をしっかりと行って、その正当性を主張していくということです。で、関連したご質問ある方で、他のご質問のある方、はい、岩上さん。フリーの岩上です。鳩山政権から菅政権に変わったわけですけれども、その新しい内閣の誕生によってですね、外交がどのように変わるのか、あるいはどの部分が引き続き継続されるのか、その違いというものをちょっとお聞きしたいと思いますが、マニフェスト、民主党のマニフェスト、2009年のマニフェストと今度の参院選のマニフェストを比較しますと、主体的な外交戦略という文言が抜け落ちております。どうもニュアンスとしては、菅総理のですね、記者会見等の言葉も聞いていますと、日米同盟基軸ということをまずは訴えられておりまして、日米同盟から外れるようなですね、主体的な日本が独自の外交を展開するということには少し慎重になられているような印象を受けました。この点、どうお考えでしょうか。ご見解をお聞かせいただきたいと思います。それはちょっと考えすぎだと思います。日米基軸というのは鳩山政権においてもそうでありましたし、菅政権においても同じであります。日米基軸だから主体的外交ができないとかやらないとか、そういうことではありません。そういう二者択一のことではもちろんないわけで、その部分について菅政権に代わって主体的外交がなくなったとか、より小さくなったとか、そういうことは全くございません。文言が抜けた件に関しては、いや、私もあまり細かくはフォローしていませんが、それが何か大きな意味があるというふうには考えておりません。関連したご質問ある方、はい、水島さん。すみません、時事通信の水島です。はい、ちょっと日米のことが出たんで、明日なんですけども、改定日米安保条約が発効して50年になると思います。それで同盟進化の協議の進捗状況はどんな具合なのかということと、今年前半に2プラス2を開くというアメリカ側との確認があったかと思いますが、そのメドについてですね、お聞かせいただけますでしょうか。同盟進化に関しては、事務レベルでは、公共事務レベルでさまざま議論を重ねてきております。ただ、大臣レベルということになりますと、4人の大臣が一堂に集まらなければならないということですので、参議院選挙終わるまではちょっと、3人までは何とかなっても4人目が難しいんじゃないかという気がしないわけではありません。少し選挙を終えた上で、どうするかということを考えるということになると思います。この話と、それから、ステンマでも2プラス2ということが出ておりますので、その辺のこうタイミングの取り方は非常になかなかいろいろなことを考えなきゃいけないということですが、いずれにしても選挙が終わった上で、どうするかということを考えたらいいと思います。関連したご質問ある方、はい、島田さん。北海道新聞の島田さん、今の関連でですね、日米安保のですね、今の課題とかですね、今後、日米関係でですね、よりさらに深く話し合っていったらいいというような点があればですね、教えていただきたいんですけれど。日米ですか。いや、それは議論すべきことはたくさんあります。ですから、先般も電話でもクリントン長官と話したのは、イランの問題、北朝鮮の問題が中心だったわけですけれども、そのほかにも核の軍縮不拡散の話もあれば、あるいは気候変動の問題もあるし、あるいはミャンマーの問題、さまざまな課題がありますので、今度、多分ベトナムでまた日米の外相会談が行われるのではないかというふうに思いますが、その際にもそういった問題についてしっかりと意思疎通を良くしていきたいというふうに思います。関連してご質問ある方、はい、ネットさん。
あ、すみません、NHK のねです。それに関連してなんですけども、その同盟深化協議では、その例えば11月のオバマ大統領が再び来日されるときに、その何らかの成果物共同宣言になり、そういったものを目指すという方向性に関しては、今のところ変わらないという理解でよろしいですか。総理も変わりましたので、よく、ご相談しなければいけないというふうに思っています。いずれにしても日米首脳会談も予定されておりますので、そういうものを踏まえながら今後のことを考えていくことになるというふうに思います。関連したご質問ある方おられますか。では他のご質問のある方、島田さん。マガジン X の島田と申します。菅内閣に代わりまして、その外交面でですね、ここが良くなるというようなそのアピールポイントみたいなのがあれば教えていただければなと思います。良くなるってはどういう意味ですか。良くなる、ここを見てくれとかですね、つまりその内閣が変わったことでその外交方針とかはある程度若干変わるでしょうし、引き継ぐ部分もあると思うんですけれども、その新たにというところでですね、そのよりアピールしたいその日本の外交というものについて教えていただければと思って。総理が変わったことによって、首脳外交 の、 そのニュアンスがどのように変わるかということについては、これはこれからよく総理と意見交換をしていかなきゃいけませんので、今、私が直接のことに言及するのはいかがかというふうに思います。それはむしろ総理ご自身が語るべき話だと思います。外務大臣としてはそういった総理の菅総理のご意向を十分に踏まえながら、外交をしっかりとやっていきたいというふうに考えています。そのあたりのニュアンスが理解できるような時期というのは選挙後ぐらいの感覚でいいですか。G8、G20 とやれば、そしてそれに伴う首脳会談やればですね、大体の方向性が出てくるのではないかと思いますが、非常にお忙しい中でこれから組み立てていくわけですから、ちょっといつまでにということは私がお約束する立場にはございません。基本的なところはもちろん変わらないわけです。他にご質問ございますか。村尾さん。読売新聞の村尾です。今日は防衛大臣と官房長官とお会いになられたようですけれども、それでスーダンの PKO について話が出たと聞いてるんですけれども、防衛大臣が記者会見で、ちょっとなかなか準備が間に合わないというようなことをおっしゃってたんですけれども、今後の見通しと、あと大臣のご自身のというか、外務省のご見解をいただければ。準備が間に合わないということは私、承知しておりません。スーダンに PKO を出すべきかどうかということを検討するために、調査団も出したわけでありますので、間に合わないということはそれはないと思います。日本として出すべきかどうかという議論はそれは真摯に行っていかなければいけないというふうに思います。結論はまだ出しておりません。関連したご質問のある方で、他のご質問のある方、中森さん。伊勢新聞の中森です。あさって参院選公示されると思うんですが、改めて参院選に向けての意気込みと、あと三重選挙区の地元の感触についてよろしかと思います。そうですね、三重は先週末土曜日日曜日と、私の選挙区も含めて3つの選挙区もあったんですが、1位と比べると少し上向きかなとは思いますが、決して予断を許さない状況だというふうに考えております。芝候補にはしっかりと頑張っていただきたいし、俗に言う三重方式ですね、県連と県議団はじめ地方議員と連合と、これ一体になってしっかりとですね、戦っていかなければいけないというふうに思っています。参議院全体は、私は選挙区で、これは三重だけではないんですけれども、できるだけ民主党で単独で過半数をと、これは高いハードルですけれども、そういうことを訴えているところです。それは相当な努力を要するということだと思います。関連したご質問ある方で、他のご質問のある方、
はい、吉田さん。NHK の吉田です。今日財政運営戦略閣議決定されましたけれども、この中で3年間事実上一般歳出にキャップをはめるというふうな内容になっているかと思うんですが、大臣はかねてから ODA については質量ともに増やしたいという意見をお持ちでしたけれども、これからシーリングの議論本格化しますが、ややもすればその確証前年並みということ で、 ですね、キャップはめられかねないという状況になると思うんですが、これについて大臣のお考えを聞かせていただけますか。そんなことはないと思いますね。今日まとめたものも、あらかじめ、その枠を決めてですね、その中でやりくりをするということではありますが、枠を決めるにあたって、別に一律でやるということを決めたわけではありませんので、やっぱり必要なもの、必要でないもの、それをしっかりとですね、区別しながらですね、必要なものについては重点的に増やしていくと、こういうことだと考えておりますので、一律に ODA も含めて減るとかですね、そういうふうには理解しておりません。関連したご質問ある方で、他のご質問のある方、西岡さん。毎日新聞の西岡と申します。北朝鮮外交についてお尋ねします。最近菅総理の所信表明や、その先民主党のマニフェストを見てますと、日朝平壌宣言に基づくという、これまで北朝鮮政策 の中にあって主要なその言葉がワーディングが抜け落ちているように思うんですが、これは何か、現政権政府内で北朝鮮政策に対して何らかの変更があったという具合な、ことの表れなんでしょうか。違います。日朝平壌宣言に基づくというのは日本の外交、その北朝鮮外交の基本でありますので、そこについて変更はございません。それが抜け落ちてるっていうのは、それはいろんな時数との関係とか、そういうことで書いてないかもしれませんが、考え方は変わっておりません。関連したご質問になる方で、他のご質問になる方、滝本さん。琉球新報の滝本です。民主党のマニフェストに関連してお伺いしたいんですけども、外交の部分でですね、日米地位協定の改定を提起するというのがまた盛り込まれてますけども、これはその今後の日米間の協議でどのように進めていかれるのか、当面の課題としてはまず普天間の8月末までの候補専門家の協議というのは別途走ってて、日米同盟進化の協議というのもハイレベルな部分であってというのがいろんなこうチャンネルというかあると思うんですが、どういう形でその中にこの日米地位協定の改定の提起というのが絡んでくるのかというのをちょっと教えていただきたいです。全体戦略を組み立てていくのはこれからですので、今あまりこう申し上げるべきではないというふうに思います。ただ日米合意の中に環境については、新たなその合意ということで書いてありますので、これが地位協定の改定になるのかどうかということはその中には何ら触れられていないんですけれども、環境に関する何らかの合意というものは、これは日米合意の中で認められたものですから、そういうものは具体化していく必要があるというふうに思います。それ以上のことについては、全体 の、 この日米合意とは別の話でありますので、どういう順番で物事を進めていくのが結果的に一番いい結論になるのかと、沖縄の負担軽減につながっていくのかということについて、慎重に検討していきたいというふうに思っています。滝本さん。では今おっしゃられたその環境についての部分というのは、今 の、 そのまず直近の日米合意、日米共同声明に基づいた日米間協議という中でまずは議論されていくということになるのかなというイメージなんですが、それは具体的にいつまでに、それも8月末までのものの中に入っているという理解でよろしいんでしょうか。いつまでにということは期限は切っておりません。しかしそれはなるべく早く結論を得られるようにですね、議論していかなければいけない問題であると、沖縄の理解を得るためにも必要なことだというふうに思っています。関連したご質問のある方、じゃあ岩上さん。マニフェスト関連ということで、フリーの岩上です。
まあ、先ほど衆院と参院のマニフェストでの違いについて一回質問させていただきましたが、その以外の外交以外の項目を見てもですね、両マニフェストには随分いろいろな違いがあります。例えば捜査機関の取り調べの可視化というような文言については今回また抜け落ちています。こういったことはどう考えたらいいのか、一般の有権者もですね、困惑しております。菅総理にこの間の会見でこのことに質問が出ますとですね、それは完全にやめましたということはおっしゃらないんですね。マニフェスト、今回の参院選のマニフェストに書かれていることが全てではないという言い方をされているということは、その前回のですね、衆院選のマニフェストのこれで、まあ、票を取ったわけです、ですから衆院選で、まあ、過半数を制したわけですから、その公約というか有権者との約束が生きているというふうに考えるべきなのかどうなのか、まあ、非常に分かりづらくなっております。これについて、ご見解をですね、お示しいただきたいと思います。総理もおっしゃるように書いてないからやめたということでは話もありません。限られたスペースの中で何をより強調するかという問題だと思います。まあ、可視化の問題がどういう状況なのかというのは私承知しておりませんけれども、まあ、いずれにしても総選挙においてはマニフェストに書いたわけですから、次の総選挙のまでにはですね、この問題をやるのかやらないのか、やらないとしたらどういう理由でやらないのかということはきちんと説明をして、そして次の総選挙に至ると、まあ、こういうことだと思います。まあ、マニフェスト書いたもの全てができるわけではありませんが、同じ総選挙の間、まあ、4年間の間に、まあ、できなかったものについてはなぜできなかったのか、あるいはやらなかったのかということの説明責任、これは当然求められるわけです。はい、岩上さん。はい、フリーの岩上です。4年間のその4年後の総選、まあ、4年後、今からだと3年後になるわけでしょうけれども、その総選挙のですね、時に説明するべきものなのか、それとも今回ですね、この参院選という、これでもし過半数、先ほど大臣おっしゃられたように単独過半数取ることがあれば安定政権を、まあ、形成することもできるわけですし、この節目でですね、本来だったら説明責任を果たすべきなのではないかという声もあると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。まあ、マニフェストというのは次の選挙までにこれだけのことをやりますという約束ですから、まだ1年しか経っていませんので、今できてないからそれはできないとかやれないとか、こういうことではないんですね。ですからそのことについていちいち説明するということは必ずしも求められていないというふうに思います。関連したご質問のある方で、他のご質問のある方、よろしいございますか。いいですか。はい、では以上で会見を終わらせていただきます。はい。